今季世界最高。どうもこんにちは、ザワチャンネルです。いやーもうね、この土曜日本当にちょっとトラックざわついちゃったなと。いや僕がね、この土曜日にチェックした記録会、九州ではさやがたに記録会、チャレンジゲームズ in 大銀道具、そして、関東の方では平成国際大学長距離記録会に日体大記録会、まあこの中でもね、やっぱりこの日体大記録会1万メートル、こちらがねかなり陸上界をざわつかせちゃったんじゃないかなと。いやー本当にね、もう28分台連発で、もう中でもですね、1万メートル6組目に、韮山高校生勢がね、3人エントリーいたしまして、見事30分切りの1、2、3フィニッシュと。まあ、特にですね、エースの小澤選手のラストスパート、あれは痺れましたね。やっぱり 1500m 3分52秒台と、そして 5000m でもね、インターハイ全国行ってますんで、それにプラス川田小木曽とこの韮山トリオ、いや調べたら、まあ、去年のね、高校選抜1万メートル、まあ、中谷選手が日本人トップでゴールしているんですけれども、このレースの2位に29分51秒で倉敷の北野選手が入ってたんですよね。まあ、それを小澤選手、そして川田選手は超えちゃってるわけですから、このポテンシャル計り知れないなと。まあ韮山高校といえば静岡県でも屈指の進学校、しかも入試の時の学校裁量枠、これを採用してない高校なんですよね。まあそれを踏まえても文武両道。まあこの結果を見て、先日の箱根駅伝予選会3番目のタイムで学生連合に今年も選出されました韮山高校 OB 近藤修一選手もこの3人のタイムに、もうこれ箱根駅伝走れちゃうよと、ツイートしてしまうぐらいのタイムを叩き出してきてると。今からね、高校駅伝県予選始まりますけれども、今年のね、静岡大会またちょっとね荒れてくるんじゃないかなと思います。そしてやはり1万メートル最終組、日立物流リチャード・キムニャン選手が最終組トップゴールと。でこのタイムがなんと今季の1万メートルの最高タイムらしいんですよね。まあ暫定ですけれども、まあ、あのキムニャン選手のねポテンシャルにつきましては、こちらの動画でもねしっかりと語ってますんでね、ぜひぜひ、チェックしていただきたいなと思います。まあ、本当に最終組もう好記録連発で、設楽悠太選手も日本人トップでゴール、そしてオレンジ軍団拓殖大学も、赤崎選手、柿野選手が28分台に突入、そしてね東エレック河合選手が28分26秒33、今シーズンのセカンドベストを叩き出していると。いやまああの河合選手はねこのね箱根駅伝予選会をねざわつかせました麗澤大の OB なんで、なんかねいい感じにねこの麗澤大パワーがね勢いをもたらしているなと思います。いや本当はねもうちょっと喋りたいんですけれども、最後は土曜日ざわつかせた選手をスライドショーで紹介して終わりたいと思います。ザワチャンネルでした。